は。よく来ましたね。あなたたちの欲しいものはこれですか。それはラングリッサ。貴様は何者だ。ニコリスではないな。私はナーギャと申します。お見知りおきよ。ニコリス様よりあなたたちを丁重にもてなすように言われておりましてね。もてなすときたか。なんだ、酒でも出してくれるってのか。いいえいいえ、それよりももっといいものですよ。いでよ。王子、闇の軍勢です。そうです、これこそが我々の手下。いまいましいこの剣で封じられていた闇の者たちなのです。おかげでこうして封印を完全に解くこともできましたよ。恐れていたことが現実になったか。さて、それでは盛大にもてなしてあげましょうか。これ以上私の役目は、行きます。そんなところにいていいのですか。増援か。このままでは囲まれてしまいます。させん、周囲の魔物を突破するんだ。さて、どう料理してやりましょうかね。バルディアの奴らなど皆殺しだ。民間人が。しつこいですわね。あの人、帝国兵に追われてます。このままだと。状況は分からないが助けるぞ。行くぞ。負けられ。ここが出てくるのか。しかしこの魔物たちを倒さなければラングリッサーは取り返せません。分かっている。何としても奴までたどり着くぞ。
空を巡る星々よ。この私以上は付き合っていられませんね。さらばです。よし、ラングリッサを取り戻したぞ。やりましたね、王子。これで少なくとも新たな魔物の発生については落ち着くはずです。ああ、そうだな。それより、あなたがレディ様ですね。君は帝国兵に追われていたようだが。
私はベティ、あなたもよく知るダンスの妹です。私はあなたにお願いしたいことがあってきましたの。ランスの願いとは一体？兄、ダンスにご助力ください。兄の命は今性的に追い詰められ、風船の灯火なのです。ランスが？それは王子、いけませんぞ。ええ、帝国が混乱の折に我らが介入すれば内政干渉と取られます。下手をすれば混乱終結後に侵攻の口実を与えることにも。しかし一時とはいえ、共に戦ったランスを見捨てることは。ただでとは申しません。兄を救ってくださるなら、代わりに私の持つものすべてをレディ様に捧げましょう。財産、兵士、私自身の命に至るまで。そこまでの覚悟か。だがアルバートとホーキング公の言うことにも一理ある。ちょっといいですかい。要は王子の兵だってわからなきゃ問題ないんでしょ。なら私的にそこのお嬢さんが雇った傭兵って体裁ならどうです？それならどう転んでも知らぬ存ぜぬで通せると思うんですがね。いい案だ。それなら助けに入ることができる。仕方ありません。そういうことでしたら帝国に顔が割れている我々は同行しない方がいいでしょうな。ですな。イルザック王の治世より領主として顔が知られてしまっています。王子、私もホーキング公と行動を共にします。ホーキング公に仕えている身ですので。すまないみんな、だが私はランスを見捨てることができない。救いに向かう。感謝いたしますわ、レディ様。私は生まれ